ローレンス・ジョゼフ・ラリー・マレン・ジュニアは、アイルランドのダブリン出身のロックミュージシャン。U2 のドラマーであり、バンドの発足人として知られる。一部では名前を、ラリー・ミューレン・ジュニアと表記している場合もある。10歳の頃より、地元の著名なドラマー、ジョー・ボニエのドラム教室に通い始める。マーチングバンドや郵便局のアマチュアバンドに所属した、後、マウントテンプル高校の掲示板に、バンドメンバー募集の告知を貼る。自宅のキッチンに首謀者を集めたセッションから U2 の前身となるバンドの活動がスタートする。1979年に U2 としてデビューして以来、不動のドラマーとして活動している。2002年のシングル、エレクトリカルストームの PV では、女優サマンサ・モートンとラブロマンスを演じている。U2 以外の活動では、マリア・マッキー、ナンシー・グリフィス、U2 のプロデューサーでもあるダニエル・ラノアのアルバムなどに参加。1990年のサッカーワールドカップに出場するアイルランド代表チームの公式応援歌制作にも関わった。アンダーワールドの2007年のアルバム、オブリビオン・ウィズ・ベルズでは演奏と選曲に協力している。U2 のベーシスト、アダム・クレイトンとは共同で映画、ミッション・インポッシブルのテーマソングをアレンジし、シングルリリースも行った。1993年には、アダムや R.E.M. のマイケル・スタイプ、マイク・ミルズと即席バンドオートマティック・ベビーを組み、アメリカのビル・クリントン大統領の就任特別番組で演奏した。音楽活動以外では、俳優として映画に出演している。2011年には、ドナルド・サザーランドと共演した初主演映画、マン・オン・ザ・トレインが公開された。2013年には映画、おやすみなさいを言いたくて、で、ジュリエット・ビノシュと共演した。U2 のメンバー中最年少ながら、結成初期はリーダーシップを発揮していた。バンド名も、ラリー・マレンバンドに始まり、いくつかを経て、ラリーの知人の挙げた候補の中から U2 に決まった。フロントマンは、ボーカリストのボノだが、ラリーも、精神的支柱として信頼を寄せられている。ブロンドの髪と端正な風貌から女性ファンの人気が高い。1983年の U2 初来日時には新幹線の駅やホテルで追っかけが待っていた。初期はラリー・マレンだったが U2 がサードアルバムで成功した頃からジュニアをつけるようになった。理由は父親のところへアイルランドの国税局から税金未納の通知が来て、ラリー・マレン違いであることを役所に説明するのに苦労したというエピソードがあったため、未婚だが長年のガールフレンドであるアン・アチソンと20年以上共に生活しており、3人の子供がいる。アルバム、Songs of Innocenceのジャケット写真では、ラリーが18歳の息子に抱きついている写真が、使われている長男の名前にエルビスと入れるほどエルビス・プレスリーを敬愛しており、映画 U2 魂の叫びラトル&ハムのインタビューでもプレスリーへの思い入れを熱く語っている。すべてのヤマハのハードウェアでレモのドラムヘッドを使用。ありがとうございます。